2008-2009ISU ジュニアグランプリシリーズは2008年に行われるフィギュアスケートの ISU ジュニアグランプリである ISU ジュニアグランプリの開催地はシーズンごとに変わる2008から2009シーズンの開催地と日程は以下の通りなお2008から2009シーズンの ISU ジュニアグランプリファイナルは初めて ISU グランプリファイナルと同時に開催される。2008-2009ISU ジュニアグランプリの出場枠は2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権の結果に基づき各国、地域に割り当てられる。シングルスケーティングの場合1位から5位の選手が所属していた国、地域は8大会すべてに2名ずつの6位から10位の選手が所属していた国、 地域は8大会すべてに1名ずつの出場枠を得る。また、フリースケーティングに進出した選手が所属していた国、地域は7つの大会に1名ずつの、フリースケーティングには進出できなかったものの、ショートプログラムの順位が25位から30位の選手が、所属していた国、地域は6大会に1名ずつの出場枠を得る。その他の国、地域は、 ご大会に1名ずつの出場枠を得る。割り当てられた出場枠を使用しない国、地域がある場合は、他の国、地域に出場枠を追加する条項がある。また、大会の開催国は、加えて3名までの選手を出場させることができる。ペアスケーティングの場合、各国、地域は大会ごとに3組までのカップルを出場させることができる。また、 大会の開催国は何組でも出場させることができる。なお、ペアスケーティング競技は8大会中4大会のみで開催される。アイスダンスの場合、各国、地域は大会ごとに1組のカップルを出場させることができる。ただし、2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権で1位から5位となった選手が所属していた国、地域は加えて、 もう一組のカップルを出場させることができる。また、大会の開催国は、加えて三組までのカップルを出場させることができる。各国、地域の出場枠は、以下の表の通りである。表にない国、地域は、シングルの場合5大会に1名ずつ、アイスダンスの場合8大会に一組ずつの選手を、出場させることができる。 2008-2009ISU ジュニアグランプリ各大会の賞金は以下の表の通り。2008-2009ISU ジュニアグランプリファイナルの賞金は以下の表の通り。ありがとうございます。